外国人がガチで討論世界アニソン総選挙ボルテス5の特集に30分くらい時間をかけてしまうに対するネットの反応を紹介します。令和の世のアニソン番組で一番尺取ってるのがボルテスとかすげーな。ボルテス V にどんだけ時間かけてんねん。30分くらいやってないか。ボルテス5特集、ボルテス5にここまで時間割くの笑う。まさかスタジオで歌う歌がボルテス？スタジオ全員ポカンしてるな。ゴールデンにボルテス5生歌で歌うのマジで初めて聞いた。ボルテスと抱き合わせることでランクインしてないアッコちゃんとキャンディキャンディの歌を歌ってもらえるってわけよ。キャンディキャンディは動画は流せないか。本編は作者サイドのゴタゴタで再放送できないキャンディ。だからここで流すんですね。秘密のアッコちゃんとキャンディキャンディのミッチーメドレーに混ざるボルテスが面白すぎる。ここだけ昔のアニソン特集に戻ったみたいで笑っちゃう。日本の令和の子供は全曲知らないだろう。ボルテス5からずっとハテナだと思うぞ。なんでいきなり昭和ソング連打してるんだ。フィリピンのせい。アニソン総選挙見に来てるのに、なんでボルテス5をこんなに見せられているんだ。30分くらいボルテスだからな。まさかボルテスが番組の本命だったとは予想できなかった。なんでフィリピンこんなボルテス好きなの。歴史的背景があるんだ、マジで。フィリピン人からしたら革命の旗印ソングみたいなもんだからな。さすがにそっちの話は今回やらなかったね。まあさすがにテレビでは触れづらいからしゃあない。昔は NHK でも取り上げてたのに。マルコス政権のせいでろくな番組がなかった中、唯一の娯楽番組がボルテス V だったと聞いた。ストーリーが革命だとバレて最終回近くから放送禁止になって、マルコス政権が倒れてから解禁されたという噂も。まあ日本の話だと大体みんなある程度わかってるし、海外の反応で時間稼ぐのはいいと思う。トレンド調べたらちょくちょくボルテスの尺長すぎだろって文句出てて笑った。ボルテス5長いんだよ、さすがに飽きた。他のは過去やいろんな番組で扱ったアニメばかりだし、だから東京グール長くやってよかったな。あんなに尺取るとは思わんかった。ネタとして美味しいのは間違いない。日本だと当時世代と一部のロボータしか知らん。スパロボだとコンブイの方が出演多いぐらいだしな。スパロボ30に出てたし、なんなら仲間になるステージフィリピンなのに。怒らないでくださいね。スパロボなんて一部のオタクしかやらないじゃないですか。ここでタッチ来るか、もうおっさんしか知らんだろう。日本に住んでるのに全然人気なの感じないタッチ。まあ40年近く前のアニメですし。ボルテス5に驚いたが日本もあんま変わらんな。タッチって今の若い子知っているんか？知らないだろう。タッチに割いた時間がボルテスと違いすぎないか？テレ朝関係ない番組の曲ばっかりだったからボルテスに時間割いたんだろうかね。ゲッター来たな。まさかのロボモノ連続か。実質ゲッターだからニート3位がロボアニメソング。夜遊びやっぱすごいな。そういえば夜遊びも国賓待遇だったような。アイドルの歌はなんでここまで世界ヒットしたんだろ。再生数おかしなレベルに達してたからな。アイドルは動画を簡単に投稿できるっていうタイミングも完璧だわな。ここで夜遊び呼ぶとかじゃなくてボルテスつながりでその歌手呼ぶのはボルテス先進国の仲間入りで良いだろ。もうでもボルテス以外も歌わせるからな。夜遊び歌うのかと思ったら来ねえじゃん。今アメリカにいるから仕方ないよね。今めちゃくちゃ忙しいしな。世界の夜遊びの生歌、こんな国家番組で聞けると思うなよ。新エヴァになって長いのに未だに残酷な天使のテーゼ。こう言っちゃあれだけどパチンコから入った層もいるので土定番であり続けてるのもある。1位はエヴァンゲリオンです。松本里香。松本里香の立場よ。松本里香はミスリード要因か。ツイッターが松本里香で炎上してる。どういうこと？わざわざスタジオまで呼んでるのにポケモン歌わせなかったからだな。炎上してるのは松本じゃなくてテレ朝側だぞ。ボルテス5が実質1位でしたね。ボルテス5の人気すげーな。日本じゃ100でも入ってこないわ。日本じゃ9票で、ほぼフィリピン票で海外人気3位。こういう超局地的で海外で今も大人気って面白い。フィリピンの第2の国家と言われていたし。ボルテスとかフィリピンだけだしほとんど参考記録みたいなもんだろ。対して日本と変わらんけどボルテスを強すぎて笑う。鬼滅よりも呪術よりもボルテスに欠けてる尺の方がはるかに長い。6分の1の尺ボルテス5に使ってて頭おかしくなりそう。深夜アニメなんて今のところ全然ランクインしてねえじゃん。もうそういう選出なんだよ。鬼滅の刃も呪術も東京グールもチェンソーマンもある。終わったのにだいぶ息が長いよな。グールカルト人気が続くタイプの作風ではある。海外人気絶大と言われるナルトや進撃の曲は1位にならないんだね。あの辺は曲多すぎて分散してる感。呪術？まあ1740人じゃだいぶ偏りがあっても仕方ないんじゃないかな。
海外ランキングはガチっぽかったけど日本のランキングはお気に入ったな。BBBB がないとか。今アンケやったら1位はマッシュルのやつになりそう。半年ずれてれば海外は入ってたね。今回の番組の収穫としてはトップ10にボルテス5というユイのアゲインがランクインしたこと。ボルテス5は言わずもがな。ハガレンはユイのその曲選ぶかという海外特有の意外性があった。個人的にはハガレンはメリッサとかだな。まあ海外だと旧ハガレンは馴染みないのかもね。なんで外人にハガレンが入って日本に入らないんだよ。ガチのアニオタだけでのランキングやったらおそらく半分くらいはわからない作品になるんだろうな。アニソンは聞くけどメジャーなのしかわからないわ。でもちょっと見てみたい気はする。ガチオタでも1曲だけ選ぶとなったらやっぱり定番曲が中心になるんちゃうか。10曲選んでポイント制にしたらバラエティに富むんかも。日本人から何それの嵐。ボルテスのせいで変な空気になっちまったよ。実写ボルテス5に全て持っていかれた番組だった。意外な国でロボアニメが人気なことも多いしな。ジーグがイタリアでとか。鋼鉄ジーグがイタリアで人気だったのは映画やるまで知らなかったな。ダイターンさんがイタリアで受けたのは知ってる。ザンボットさんが海外で受けたという話は知らない。とりあえずあの特番で他はまあ無難なのが上位にした感あるが、ボルテス V3 位は妙に納得しちゃってるわ。フィリピ国民が10になればそうなるだろうという現実味がある。日本が定番ラインナップなのに外国人がジャンプアニメのしかも2期オープニングとか3期オープニングみたいな曲選んでるのにガチ感ある。ボルテスもレガシー国内展開あるからって大人の都合が透けて見えるが高めのランキングで取り上げてもらえてよかったよ。あの実写版見ちゃうとボルテス5はフィリピンのものでいいよってなる。大人気すぎて90は制作て。日本では没になった主人公周りの恋愛三角関係も拾ってくるとかどんだけ熱意あるねん。しかも1話30分だ。NHK 朝ドラで言えば180話分だ。朝ドラ話数平均は150話ちょい。フランスの UFO ロボ、グレンダイザー、フィリピンのボルテス5、受け入れられる国民性ってあるのかねー。それぞれがいわゆるロボアニメのファーストインプレッションだったんじゃなかったっけ。日本で言えばガンダムみたいなもんだな。ガンダム超えてね。っていう熱意感じる。日本じゃガンダムの歌とかほとんど知らんだろうし。世界アニソン総選挙に対するネットの反応いかがでしたでしょうか。海外ランキングがえば推しの子ボルテス5と上2つは定番だけどボルテスだけ異質すぎる。ボルテス以外も呪術やハガレン進撃等日本と海外で結構ランキングが違うのも印象的。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。